こんにちは、ムネです。今回は身長2メートル以上、有能選手元面を見ていきましょう。マトリックス太郎さんからのリクエスト、身長2メートル以上の白から銀のキーパー紹介してほしいですといただいています。ありがとうございます。2メートル以上の選手は全てはこの動画では紹介しきれないので、身長が一番高かったり、能力が高くておすすめできる選手の10名に絞って紹介していきます。キーパーは高いに越したことはないので、いい選手があれば獲得してみてください。それでは見ていきましょう。フレイザー・フォースター。銀スカで2メートル超え使いたいならフォースターを進めます。キーパー能力がキャッチング以外85以上あるので止めてくれるはずです。バニャミ・リンコビッチ・サビッチ、ドースカならサビッチですかね。キック力が95もあり、パンダがよく飛ぶはずです。キエルス・ヘルペン、12月の中間アップデートで道友に昇格しているようですね。道友になっても十分使えると思います。デンバ・ティアム、2メートル超えの白玉キーパーの中だと一番キーパー能力が高いし、パス能力も高いのでおすすめです。コンディション安定度は低めですが、使ってみるのもありだと思います。中野小次郎、パスやキック力、スピード、フィジコンなど多くの能力が高めになっていて、紹介する中だと実用的な方だと思います。低弾道パントをつけたら能力の高さが活かされそうですね。マサンバ・ヌディアイ、今回見てきた中でディフェンスセンスとスピションが一番高いキーパーになっています。キーパー能力とフライパスも高めで使いやすいかもしれません。アラン、今回の中だとジャンプが一番高くてハイボールの処理は一番安心できそうですね。守備的ですが、スピードがあって裏ケアもしてくれる優秀なキーパーだと思います。ノルベール・アイマンバ、身長は2メートル5センチ、ウイレで一番高い選手の一人です。フィジコンも99で一番高くなっています。アイラン・ペドロ、身長2メートル4センチでアイマンバの次に高い選手ですね。コンディション安定度が1と絶望的なんで使うことはなさそうです。ルーカス・ベリストローム、身長は2メートル5センチ、一番高い2メートル5の選手はウイレに2人存在します。こちらもコンワン1なんで使うのは厳しそうですね。今回は身長2メートル以上有能選手まとめを見ていきました。以上とります。また会いしましょう。バイ。